フラットホイットー PW1120、PW1120 は、海100ターボファンエンジンの派生型である。改良された、単座式の海マイナス 4E と未完成に終わった、IAI ラビの動力として搭載された。イスラエルのベッド、シェメッシュエンジンズリミテッドによって、ライセンス生産される予定だったが、両機とも未完成に、終わり実現しなかった。 PW1120 を搭載した回 -4EPW1120 は、回1 0のコアモジュール、ギアボックス、燃料ポンプ、前方ダクト、少々の改良を加えた回1 0のデジタル電子制御装置を流用して開発され、PW1120 特有の構成要素は、幅広の低圧圧縮機、単弾比例脚低圧タービン、簡略化された単一流増加装置と、 軽量コンバージェント、ダイバージェントのズルであった。そのため部品の70%が F102 類似、または共通していたため、イスラエル航空宇宙軍は予備部品のために専用の施設を必要としなかった。イスラエル航空宇宙軍仕様の PW1120 の開発は1980年6月に開始された。 実機試験は1982年6月に実施され、飛行試験は1984年8月に完了した。IAI は、クルナス2000、または、スーパーファントムとして知られる回マイナス 4E の回収計画とラビのエンジン試験機として、機体、動力の組み合わせを調査する目的で1機の PW1120 を、 イスラエル航空宇宙軍所属のカス -4E-32MC の右側のナセルに設置した。動力はカ海 -4E に搭載されたゼネラルエレクトリック社の J79GE-17 ターボジェットより強力で燃料消費率が優れていた。構造の変更は、吸気ダクトの改良、新しい動力の設置箇所、 新しいまたは改良された動力の点検扉、新しい統合駆動発電機を備えた機体装着ギアボックスと自動出力調整装置が含まれる。同様に改良された中期管理と空調ダクト装置、燃料と油圧装置、動力制御、機体インターフェースが含まれる。改良したイマイナス 4E は1986年7月に初飛行した。この結果を受け、 1986年12月31日には、ラビの最初のプロトタイプが初飛行した。その後、スーパーファントム計画の一環で2機の PW1120、エンジンが同じ回マイナス 4E に搭載され、1987年4月24日に初飛行した。クルナス2000は、アフターバーナーを使用せずに、マッハ1を超え戦闘水力重量比は 1.04? で大成功だった。旋回率は15%強化され、上昇率は36%、中段階加速は27%、18個の爆弾を備えた低段階速度は時速1 0 4 6トルから時速1 1 2 0トルに向上した。1987年にパリ航空省で実演された。しかし、 主な搭載機であるラビが1987年8月にキャンセルされ、回マイ 4E のエンジン乾燥も出力増加に伴う発熱の機体への影響の技術的解決の失敗と予算面の都合によりキャンセルされた。1988年にはナメルのエンジンとして候補に上がったが、こちらも受注が得られず計画のみに終わっている。 一般的特性構成要素性能を同じく回マイナス4系列でありながらターボファンエンジンを搭載した機体にイギリス軍向けの回マイナス4 k と回マイナス 4M が存在するがこちらはスペターボファンエンジンの搭載を前提に解説系の上で新規に製造された機体である。ありがとうございます。